いいよいよ今年も残すすとところあとわずかです栃木県の神社では12月9日が語呂合わせでいいふくと読めることから一足早く新年に向けたふく像のすす払いが行われました中川町にある鳥の子山椒神社は境内に高さ7メートルの大きなふく像が祀られていることからふく神社として知られています 12月9日が数字の1、2、9が並んでいいフクロウと読めることにちなみ長さ7メートルの笹ほうきを使って毎年恒例の年末のすす払いが行われました事前に応募した一般の参加者らおよそ90人と神社の関係者がフクロウ像のほこりを払い落としていきますフクロウの神社ですからね。 皆さんの苦労が去るようにですね来年はまあうさぎですから、まあ、飛躍ねピョン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 あの少しでも飛躍するような年になるよう願って行いましたみんなね争いなく楽しい本当に苦労しない世になればいいと苦労の神社としてては思っております来年も健康で過ごせるようにうんあとコロナも早く収束するようにね。 鳥の子山椒神社は金のフクロウ像にちなんで金運アップを祈願する人が多く訪れていていいフクロウのこの日もピカピカになったフクロウ像の前で手を合わせる人の姿が見られました。